こんにちは、ひなたです。皆さんお待たせしました。ひなたの家のルームツアーやっていきたいと思います。まあ、人の家なんてさ、見れるだけ見たいよってところあるよね。お気持ち察します。さあ、それでは私も丸見せしていこうと思います。それではひなた TV スタート。早速ルームツアーと行きたいんですけど、とりあえずちょっとだけ喋りたいから、もうほんまに家だけ見たいっていう人はスキップしてください。前の動画で引っ越すことになりましてと、マンションの取り壊しがあるからって言ってね、内見に行ってきますとか言ってたと思うんですけど、無事家見つかりました。ここがいいかもって思ってる、なんか探した一発目に見つかった家が結局最高やって、そこになりました。なんか運命やなって思いました。まあそんなんはいいんですよ。私はみんなに言わなあかんことがあんねこれを言う日が来てしまったか。前にルームツアーしたのが前の家ね。ちょっとホワイトインテリアというか、まあ、流行ってたじゃないですか、可愛らしい系ので。引っ越すことになりましたって言って、今のね家で壁こういうの貼ったりとか、DIY のとかいっぱい見てもらったと思うんですけど、同じマンションでした。ごめん、隠してて。同じマンションの下から上にグレードアップしただけでした。みんなにさ、バリキモいって言われんねん。ほんまにごめん。いや、でもこれにはな、いろいろ経緯があんねん。それだけ説明させて。ほんまにごめん。さ、ほんまに引っ越そうと思ってて、いろんな家を見てたんですよ。ほんで、何個か内見とかもしてて、で、大家さんに、1ヶ月前に言わなあかんやんか。だから、さっき、家決まってないけど、さっき言おうと思って、もしかしたらちょっと引っ越すかもしれないですって言ったら、大家さんが、みたいな。今ちょっとコロナで、人もだいぶ抜けて、みたいな。で、私、条件言ったんですよね。前の家が実は1階やったんですよ。1階やし、で、ユニットバスっていうのも嫌やし、とかっていろいろ言ってたら、2階にちょうど広くなって、そのバストイレ別で独立洗面所もあって、その君の条件に合った部屋があるから、よかったら検討してくれないかと言われてね。で、見に行って、いいかも、みたいな。で、結局、同じマンションになったんです。もうさ、ライブとか配信とか見てくれとった人はさ、なんか引っ越しの話とかしてさ、引っ越し緊張するとか言っとったよ。いや、あれはほんまやねん。ほんまに引っ越し緊張しとってん。ただまさか同じマンションになると思ってなかったよ、私も。でね、それをなんで隠してたかっていうと、もう今は大丈夫なんですけど、ガチの話すると、ちょっと激ヤバなその方がいらっしゃって、で、ちょっとね、変な DM とかも来ることがあったんですよ。で、家とか特定されてたら怖いから、もうその街にはいないっていうふりをしようと思って、そういうふりをしてました。で、まあ、ここのもね、引っ越すから、まあ、もう大丈夫かな、みたいな感じで。はい。ということで、私はこのマンションに、マジ10年弱ぐらい住んでました。やばすぎ。怖かったでしょ、みんな。あんな違う家に引っ越してます、みたいな感じでさ、全く同じマンションやねんで、バリ壊ない。すいません。さあ、ということで、ちょっとキショキショ話を聞いていただいたところで、本当に、このマンションがね、私が長年連れ添ってきたこのマンションがなくなるということなので、ここの最後の思い出の動画を撮っていきたいと思いますので、皆さん、心してみてください。まあ、心することもないか。はい。大変長らくお待たせいたしました。ルームツアー、スタートです。ひなた TV。じゃあもう早速メインルームから見ていただこうと思います。こちらです。じゃーん、かっこいい。ここの家はね 1K なんですよね。で、部屋をちょっとかっこいい感じにしてみました。じゃあ早速端の方から紹介していきます。ここが皆さんがいつも見てる背景ですね。壁紙をね、ワルパさんで買って貼りまして。で、これ最近貼ったダルトンのポスターね。タオルケット直すとこなくて一旦もうここに置いちゃってるねんけど、気にせんといて。この椅子はね、ノーチェっていうね、家具屋さんでゲットしました。で、このクッションかわいいよね。クッションがキャセリーニです。かわいい。ちょっとラメラメが入っててさ、めっちゃいいね。で、カバーはニトリですね。で、これマネージャーがくれたネデルミフィ。かわいい。でね、この下に、
これ可愛いテーブルが置いてあるんですよ。テーブル？ネットで見つけて可愛いと思って買っちゃったんです。で、これね、お姉ちゃんと一緒に頑張ってつけたね、ロールカーテン。これもさ、次の家にはさ、つけられへんねやんか。こんなに横幅ないというか、変な形の窓やから。でも美容師ののりさんにもらっていただくことになりまして。で、ここにね、壁にかけてるのはニトリの嘘の葉っぱかけてます。はい、ここはよく私がインスタとかでも出してる鏡のところですね。ちょっとやばい、拭いてないのバレる。お気に入りスポット。で、この照明もね、YouTube で色塗りましたよね。私、アイアンペイントして。もともとはニトリのフロアランプなんですけど。で、これもね、一緒にコロコロなんですよ。これもニトリかな？ニトリのコロコロを、なんかもうここに置いてたら生活感やばいから、もう同じ色にしてもうて。僕もフロアライトだぜ、みたいな感じにしてもらってます。で、これもダルトン。はい。次、これがイケアですね。イケアの嘘の葉っぱ。私、本物の葉っぱを置くのちょっとまだひよってて。で、これは、3コインズで売ってるやつを、アイアンペイントしました。真っ黒にね。なんか、ほんまはな、濃い茶色が欲しかったんやけどな、売り切れとってん、その時。だから、私が一番大好きな場所、ここ、テレビのところです。これテレビはちょっと何インチかわかんないですけど。で、テレビスタンドですね。これ最近増えたのかな？イケアでさ、かわいいと思って買った。ここに置いたらめっちゃいい感じになった。で、ここちょっとぐちゃぐちゃなってるんですけど、プエブコっていうのがパルコ、渋谷パルコの中にあって、そこでこれは買いましたね。これなんか、もうなくなってるけども、これの匂いめっちゃ良かった。石鹸みたいな感じの匂いがして。で、これかっこいいね。ニコ&って買いました。かっこいいと思って買ったけど、結局使ってなくて今回飾ってます。イケアのケースに、これダルトンで売ってたな。Wi-Fi のさ、なんかタグやねんけどさ、なんかかっこいいからここに貼っとうねん。こいつから別に Wi-Fi を放たれてることはないのに。あとこれ流行りのやつ、流行りというか2年前ぐらいに流行ったやつやけど、出したままでもおしゃれですよっていうやつです。私の家ほんと無印の壁につける家具めっちゃ多くって、でそれをつけてますね。でこれ可愛いミッフィーのランプ光ります。可愛い。でこれバズってる無印のやつね。でこれアクタスで買ったフレームとか、これもニトリかな。で、これダルトン、イケアって感じです。やばい、このペースで言ってたら大変。でも、これぐらい細かく言った方がいいよな、多分。はい、そんな感じで、ここが私のお気に入りスペースでございました。可愛いよね、ここ。はい、続きまして、この辺行きましょうか。ここもね、インスタでよく載せてたんですけど、アートコーナーですね。YouTube でも紹介してたスコグスタ。これの上に、絵を飾ってて、これはね下北の雑貨屋さんで見つけて、なんか可愛いなと思って買いました。 2,3,000 円ぐらいで。これもダルトンで毎日一応日付変えてます。で、イケアの花瓶ね。今もう引っ越し前なんでお花はもうお休みしてます。で、これさ ZOZO タウンでなセールで買ってんけどな、100円やってん。やばない？ええー、ね、フレームはイケアで買ったからまた別やねんけど、ええー、が100円やってん。昔買ってたな、うちの猫のチビチビに似てるなと思って買ったんです。かわいい。それでね、こういうコード類もここ隠しちゃってます。これはね、吉本坂でも一緒にね、榊原哲司がねプレゼントしてくれたんです。誕生日プレゼントで、てっちゃんの好きなアーティストさんが描いた絵で、これ一応ね ET らしいです。 ET の後ろ姿っていうのを聞いてて、こちらです。ニコ&がさ ET コラボを最近してて、それでゲットしました。サイズ感も一緒やし、めっちゃ可愛くない？私なんかめっちゃ ET 好きな人みたいなと。はい、どんどん行きます。日向 TV こちらが私のお気に入りベッドです。じゃじゃん、可愛い。ベッド自体はニトリの廃盤になってるみたい。またちょっと形が変わったみたい、進化して。クッションとか枕とかは全部グレーで統一しています。これノン東京って私がね大好きなお洋服、そのノン東京のラグ膝掛けというか、めっちゃ可愛くない？だからこれいつも朝ベッドメイキングするときに仕上げにこれを置くっていう、なんか大きい映画部屋に飾ってあるみたいで一気に可愛くなるんです。クッションはね、これ無印良品。無印はクッションのサイズ感が違うから無印のじゃないとあかんねん。で、枕はニトリのホテルスタイル枕を使ってたんですけど、なんかお仕事で西川の枕もいただいて、
でもこれホテルスタイルも好きやからさ、捨てられへんくて、なんか今2つ並べて、あの日によって変えてます。なんかさ、まるで一人暮らししてるみたいで匂わせみたいになってすいません。一人暮らしです。こちらじゃじゃーん、テーブルセットです。このテーブルはあのニトリで売ってるやつなんですよね。こっちはこの椅子とセットの椅子、ニトリの椅子で、こっちはあのノーチェっていうさっきのソファーと同じブランドの椅子ですね。でもだいたいこっちに、ここにもうずっといます。私はこれは、これもキャセリーニですね。前はこの下に引いてたんですけど、今ちょっとどこに置くとかも場所もなく、一旦背もたれに適当にかけてます。で、これはお香立てですね。あややんちゃんがやってるホームブランドで、めっちゃ可愛くないですか、このなみなみの木。こんなん見たことないねんけど。さあ、そしてラグ、こちらはイケアで買いました。ここのラグがずっと欲しくてさ、見当たらんくて、で結局コットンのキョンと榊原哲司と一緒にIKEA行った時にゲットしました。あ、そうそう、でちなみにこっちのラグはあのウニコのラグです。続いてはこちらです。ここもインスタに載せたことあるかもしれませんが、飾りコーナーです。引きで見るとこんな感じですね。じゃあどんどん紹介していきます。時計かわいいでしょ。時計はダルトンです。結構私ダルトン好きなんですよね。でカレンダーもね、1年前に本屋さんで買って、これめっちゃ可愛くてさ、なんか飾りにもなるから。これちなみにこれ私は毎月単独ライブやってるからさ、単独ライブまで新ネタを絶対書かなあかんという意気込みを込めて、こう単独ライブをしてますね。ちなみに今日は21時です。続きまして、これ最近買ったんですけど、これウニコでミッフィーコラボというかよくやってるんですけど、それのなんかラグチェアマットなんですけど、壁にも引っ掛けれるので可愛くない？めっちゃいいよな。これ鏡ね、最近買ったんですけどね、もうここに鏡を私ずっと置きたかってんやんか。ほんでようやく、もうやっと決まったって言って、この鏡が届いた日に、退去していただくことになりますって言われて、かわいそうな私。これはね、シボネで、あの、なんか古本をいっぱい売ってる時代があって、時代とか時期、し、なんやろ、ポップアップみたいな。それで買いました。これはニュースターさんで買った花瓶ですね。で、これはなんかあの、フリマで買った花瓶です。めっちゃ可愛い。そう、いつもはね、ここにお花とかをね、入れたりしてるんですけど、間もなく引っ越すので、お花はお休みです。で、これ可愛い。これヘイで買ったさ、ろうそく。でもいつつけるねんって感じで、ほんと飾りです、これはもう。で、続きましてこちら、これ可愛いでしょ。これね、あのキョンが誕生日プレゼントでくれたんです、花瓶。めっちゃ可愛い。しかも私の写真とかさ、いっぱい調べてくれたらしくて、さすが。こことのな、色の統一感がめっちゃ良くて、お花入れたらもうさらに可愛いね。そしてここはあの恵比寿にあるお皿屋さんがあるんですけど、そこで鍋敷きとして売ってて、でめっちゃ可愛いと思って小物置きとして置いてます。この横の椅子に座ってることが多いから、唇すぐ乾燥するから、こう無印のやつここに置いてますね。で下はちょっともうごちゃっとしてる、申し訳ない。ここが私の仕事のやつですね。この横の椅子に座っててもスッと横から撮れるように、なんかパソコンスタンドみたいなのを買って、パソコン、ファイヤー HD、タブレットね、ネタ帳ですね。いくつかバーっとあります。あ、ちなみにこの下に敷いてるのは、ミムちゃん、ミムマムのミムちゃんのブランドのノベルティのランチョンマットをね、ここに敷いてます。可愛いから。めっちゃ可愛いでしょ。これの柄の服があるね。で、下。これは、あの、プエブコ、さっき紹介したプエブコのさ、部屋のフレグランス入ってた箱なんですけど、この中にね、機材をもう入れちゃってるんですよね。パソコンスタンドと、マイクと、カメラ、携帯のスタンド。ここにすぐ撮れるように入れてます。で、この奥のコーチ。これはですね、この中に絵の具とか、画材がいっぱい入ってて、たまに絵描いて遊んだりするんですけど、それの時に使います。この中にもね、クレヨンとかが入ってて、まあ、遊び道具ですね。あ、あと、これ横にね、最近、割と最近買った、ダルトンの本棚があります。服の仕事とかで使う本とか雑誌とか、あと仕事の資料とかね、今やったこの引っ越しのさ、資料とかここにもうパンパンパンと入れちゃってます。これかっこいい、すごく。
続きましてはこちらのバカデカクローゼットです。それでは見ていただきましょう。見てもらったら分かるようにちょっとあんまり閉まってないじゃあこのクローゼットな、奥行きがあんまりなくて、で中はよいしょよいしょ、こんな感じで服がたくさん入っていますね。ドゥ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 ンと、すごいぐちゃぐちゃで申し訳ないんだけれども、ここにアウター系、これでも減らしたんです、振りまで出すようにもうどんだけ服あったんって感じでだいぶ減らしました。でここになんか靴下とか肌着の T シャツとかそういうのが入ってて、これは前の家と同じですね、帽子系がこう分けて入ってます。で小物もねこうやって分けてますね、使わへんやつとかグッズとかのやつもあそこに入れたり、これはイケアです。はい、そんな感じ。すぐね鏡の後ろのこちら、まあインターホンとかいろいろあって、これもねニコ&で買ったポスターです。すごいニコ&のインテリアの感じが私は大好きで、めちゃくちゃよく通ってます。ここね私ウォーターサーバーを置いてるんですけどね、これね珍しく水道直結型、水変えなくていいやつなんですよ。その代わり水道からこう線をつなげるからさ、ここがいっぱいボコボコするわけだから、ここをクマさんのラグで置いてます。このラグもねネットで買いました。ひなた TV それではキッチン見てもらいましょう。ディディーン、かわいい、狭いキッチンさ、もう一口コンロでめっちゃ狭いねやんか。だからもうすっごい可愛くしようと思って可愛くしました。楽天の壁紙屋本舗で買ったあのタイルシールを貼りまして、これはあの作りましたね、あの YouTube でね。もうほらめっちゃぴったりやろ、可愛い。ちょっと申し訳ない、洗い物してるんですけど、これさもうめっちゃバズってたやつ、ジョージ・ジェンセンのキッチンタオル、マジでいい。でこれプラスこの IKEA のさ、ちょっと全く何も見えないけどこう伸縮するやつ、このセットがもう狭いキッチンや最高です。でまあお皿はねここにこんな感じでもうざっと入れてて、ここにねあのスプーンとかカトラリー系も入れて、であちょっともう今見えないですけど、ここの中にもいろいろ調味料入ってたり、であとここねオープンラックやったんでね、自分で棚作ってこんな感じにしました。ちょっと雑であのさ IKEA のさ、もうみんな一つは持ってるんじゃないっていうね、これにもキッチン用品をバッと入れて、お料理するときはこれをもうこっちに出してここのスペースを作って、後ろにも台があるみたいな感じで使ってた。で私のお気に入りスペースがこちらです。めっちゃ可愛いない、やばいねんけど、あこれねほんまはあの無印良品 の3つ穴が開いとこういうやつがあんねん、これぐらいの長さの、それ買おうと思ったらな横幅がちょうど足りんくて、でニトリのもう間もなく廃盤在庫あるのみみたいなこのウォールラックの2つバージョン連結させたらもうぴったりやって、やばない、ぴったり。でここねカフェコーナーみたいにしてます。ここの中にもねあのコーヒーとかがいっぱい入ってます、粉コーヒーとか。これは時計入ってた箱やねんけど。でこれがパンがめちゃくちゃ美味しく焼けるというバルミューダですね。これは下坂のね打ち上げのビンゴ大会でゲットした代物でございますでこれ見て、これオーブンレンジデビューしたんです。最近私ずっと古いレンジやったんですけど、これあのヘルシーシェフになったんです。お仕事でね紹介しててそれをゲットしました。あとこれもバズってるねあのダンボールカッターね、私あの服めっちゃ頼むからもうこれがないといけない。で玄関に置く人もいますが、私はもう冷蔵庫に置いてます。で冷蔵庫の横にねゆいぽんのゆい酒店でゲットしたこのブロマイドあります。元 NMB48 吉本坂46のメンバーの高野ゆいちゃんが浅草でお酒屋さん日本酒屋さんをやってるので、皆さんゆい酒店行ってみてください。ブロマイド1回500円です。あのゆいぽんが映ってない時もあるというめちゃくちゃなぼったくりブロマイドやってますがお酒は本当にもうすごい豊富で、あのリーズナブルなのがいっぱい置いてあるのでゲットしてみてください。さあ続きまして、キッチンの反対側、ここにねちょっと韓国系のお店でゲットした、長尾キッチンに置いたら可愛いやろなと思ってこれ買いました。でまた出ましたこれね、無印の壁につけられる家具。ここねなんか変な棚があってさ、ここだから仕方なくここの上もね利用してって感じですね。これはあの前の家から持ってきたやつで、あちなみにこ
これはですね、見てください。キムニと考えたおにぎりの一覧表ですね。最後の日にスタッフさんがね、いつもまとめてくれてるやつをもらって持って帰ってね、キッチンに置いてあったらいつでもこれ見ながら作れるので。で、床はね、この YouTube でも紹介した自分で貼ったクッションフロアですね。そして、前もちょっとちらっと載せましたが、私の復習のこちらです。ババーン。これね、 IKEA のイーバルっていうシリーズなんですよ。なんかどの商品も全部イーバルっていう名前やからわけわからんくなんねんけど、全部こう連結できるんですよね、自分好みのカスタマイズで。次の家でもこれもちろん持っていくねんけど、ただ IKEA の家具はね、解体してもらえないんですよ、引っ越し業者には。だからこれ自分で解体してな、また向こうで組み立てなあかんっていうのがちょっと難点。まずこちらがね、インスタにも載せたんですけど、ミニバッグコーナーですね。ちょっとしたカバンを入れてて、上にはね、ちょっとランドセルみたいなカバンを置いたりとかね、してますね。で、ここもちっちゃいカバンコーナー、付け襟とかある。で、ここはね、ベストコーナーです。で、下もカバン、カバン。で、服ね。これは季節によって、その上と下で変えてて、今ちょうど秋やからね、ちょっとまだ薄手のもんも置いてるっていう非常に雑な状態で、ほんまはもうちょっと綺麗になるんですが、一応なんか色分けとかなんか素材分けとか自分の中ではしてるんですけど、マジ何のこっちゃわからないですよね。で、一応ここが、まあ、ズボンとかスカートとかが大量に入ってます。こう逆から見たらこんな感じか。上は多分私ニトリで揃えたんじゃないかな。で、これもね、イーバルのセットのフック売ってるんですよ。こっち今は多分ね、下はもう T シャツこないだ下に入れて、ここに。で、上パーカーって感じかな。パーカーとかそっち系。ここもね、引っ越したらもうちょっと整理したい。で、ここは暗くなるので、こっからライトを照らしてね、明るくしています。で、ここがお手洗いね。お手洗いちょっとだけ見せとこうか。お手洗い自動で電気がつくんですけど、ちょっとこんな感じで、なんか昔ながらって感じやったから床変えて、ここも適当にニトリのやつ貼って、これポスターはニコアンド、これはナチュラルキッチンかな。はい、これ無印良品のやつね。ここもめっちゃ可愛いねん、実は。これも今日にもらったやつやな。今ちょっとお花をお休みしてるけど、ここにね、なんかいろいろ置いたりできるっていうやつです。トイレのすぐ横にお風呂場があって、独立洗面台、脱衣所がないのでもう部屋の延長線上にあるって感じで、こんな感じでした。私の家の独立洗面所の後ろはすごい丸見え家で、どこを紹介してったらいい？あ、でこれはね、前の家からずっと置いてるね、キッチンの横に置いてた棚なんですけど、これがめちゃくちゃいいね。これな、もともとキッチン用のやつやから、見て、ほら、ほんまここに炊飯器置くやつやねんけど、ここにメイク道具とかを私は置いてますね。これだいぶ前にニトリの購入品で紹介したやつに入れたり、ここにも入れてみたいな、もう大活躍。ここで全部済むねん。こんなんも置いたりとかしてさ、タオルもここ、これお風呂すぐそこにあるからな。で、ここいろんな書類とかね、洗剤とかもいろいろ入っています。そしてその横が玄関です。はい、玄関紹介していきます。玄関もね、ちょこちょこ映ってると思うねんけど、仕切り、これはウニコで買ったね、カーテンをつけてます。これもね、前の家からもある本棚で、あ、これはね、前のルームツアーでも紹介してるからね、中はほとんど買ってないです。ここにアクセサリーがいっぱい入ってるよみたいな感じ。玄関の身支度はここで全部済ますっていう感じ。これもめっちゃいいのよね、無印のやつ、最高やで。で、靴がさ、すごい量なんだけど、多すぎない？やめてよ、ほんと。で、ここにもあるやんって。安心してください。これはまだ履いてないから、新品やからこのエリアに乗っていいっていうルールやね。可愛いでしょ。アグさんがね、クリスマスプレゼントにくださったんです。めちゃくちゃ可愛い。早く寒くなったら履きたいな。そんな感じで、はい、以上かな。え、洗濯機なくない？そう思ったでしょ。実はですね、この家、女子マンションなんですけど、洗濯機と乾燥機がね、共同だったんです。地下にそういう場所があって、使い放題のところがあったんですよ。だから私、洗濯機持ってないんです。買わなダメなんです。
あとはここに映ってないですけど、トランクルームもあのこのマンション内にあって、そこもあの家賃と別でお借りしてて、そこにね、あのコントの小道具とか衣装とか、フリマに出すね服とか、それこそ今あの引っ越しの段ボールとかも届いてるんですけど、そういうのも全部そこに物置に放り込んでる状態ですね。部屋の広さ自体は27平米ぐらいやったんですけど、物置入れたらもうちょっと広さあるかなって感じな、そんなお家でした。さあ、ということでいかがだったでしょうか。日向の家のルームツアーでございました。ちょっと動画の尺が結構長くなっちゃってすいません。ここまで見てくださった方ありがとうございます。あと同じマンション引っ越し問題、ほんとすいません。次はほんまに違う家に引っ越すので楽しみにしててください。またね、あの次の家もおしゃれな感じにできたらいいなと思うので、まちまちもやっていくので、完成したらまた見せるかもしれないです。はい、じゃあということで、この動画が良かった、参考になった、へえお家かわいいやんって思ってくれたあなたは、グッドボタン、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コメントいっぱい待ってます。インスタグラム、ツイッターもやってますのでね、インスタにはね、あのこの家のやつとかもちょこちょこ載せてるんで見てみてください。以上、日向 TV でした。バイバイ。